こんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。今週のモスニュースの時間です。パチャさん、パナイさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今週もお願いします。お願いします。お品書き、こちら、はい、じゃん。早速もうデザインを変えてまいりました。はい。ニューデザインです。溢れ出たから。ちょっとね、溢れ出るから。うん、今回は8つございます。早速1個目からいきます。はい、1、シーメイト、伝説のブグ。伝説のブグ。わかった。剣が、剣とか盾がモンスターになるんでしょう。あ、そうなんです。そういうことか。さすが。天の村雲とかそういうことでしょう。あ、そうですね。まさにここに書いてあります。天の村雲。ビンゴ。ゲイボルグイージスって言ったね。そういった武器のモチーフになっているキャラが出てきますし、イベント7月2日から始まります。はい。じゃあ、一体ずつ紹介していければと思います。はい、1体目、こちら。じゃん。天の村雲。いいじゃないですか。いいじゃないですか。ロマンがありますよ。いいですか。剣が。天の村雲、剣のこと。剣ですね。剣ですね。剣ですね。の剣のやつですね。うん、でもこれ足で言い訳ってますね。そうですね。これはまあちょっとどっちでも。飛んでる感じの。あ、足じゃないのか。まあ、剣が。剣が。あるっちゃある。はい。こちらが。はい、こちらじゃあステータスを紹介していこうと思います。うん、この子反射貴族性ですね。そして、アビリティがですね、ちょっと尖っておりまして、ドラゴンキラー EL。EL! でございます。ヘラクレスを超えた。ヘラクレスを超えた。そして、友情コンボがですね、超強ホーミング8。ストライクショットが、触れた最初の敵をランダし、吹っ飛ばすのが16ターンで打てますよというのがございまして、これ友情コンボとかね、SS にも、キラーが乗ってくるので、ドラゴンの敵にはすげえ強いよ。もうすげえ強いレベルを超えてすごいですね。はい、そうですね。大体ワンパンでしたね。はい、ガガガガガというようなキャラでございます。天の村くんも。お次こちらじゃん。ゲイボルグ。ゲイボルグ。槍でございますね。槍でございますね。槍どこにあるんだ。どこだ。あ、これ飛んでるのが槍か。いや槍か。これがこれが槍か。不思議のね。槍だな。はい。すげえデザインだなこれ。ね、目がすごい、目力がすごい、ね、デポにも何かが、体細いどこが体か。はい、このキャラですが、貫通でですね、アビリティがアンチウィンドウでゲージにアンチワープを持っております。で、友情コンボが斬撃に副友情で、長距離メッテオかな、おーついているというようなキャラになっておりまして、ストライクショットが、ダメージウォール、バリア、ワープ、地雷を無効化するストライクショット、うん、そうですね、はい、でございます。貫通なので、うん、クーフリみたいな感じで、うん、ゲイボルグっぽい、ゲイボルグっぽい感じですね。でスピード型なので結構スピードが速いような貫通としてはいいかなというキャラになっております。ゲイボルグ、ゲイボルグさんです。はい、はい、でお次じゃん、イージス。なんか雰囲気が違いますね、ここまでの2体とはまた。盾ですね、イージスの盾ですね。盾ですね。さあ、ちょっと可愛い感じの色使いではありますが、なんか袋的な何かがおりますね。ここに、ここに袋いますね。ぽいね。可愛らしい。可愛らしい。はい、イージス。イージス。この子は闇属性の反射のキャラでございます。アビリティが、光属性キラー持っておりまして、はい、ゲージでアンチワープ持っております。で、友情コンボがですね、エナジーサークル M に副友情ホーミングついているような感じでございます。貫通ホーミングかな。で、ストライクショットが自身のスピードとパワーが大アップ&ビットに耐えたダメージが18ターンで打てるというような感じで、これもね、アビリティがベースの方にキラーが乗っているので、エナサーとかにも乗ってくるよっていうのが光属性キラー乗ってきます。おー、すげえ。はい、結構使いやすいんじゃないかなと思われます。うんうん。というようなキャラたちが出てくる。レア語録で出てきますよ。はい、で、さらにね、降臨もこんな2体が出ますよというご紹介。じゃん。ヤマタノオロチ。ほほ。そしてスキューラ。スキューラ。海辺の看板娘。タコ焼いてる。なんかタコ娘。そうですね、スキューラタコのね。体を自らの体を。美味しそう。
さばいてまでもね、たこ焼き野菜もやっているという、うん、すごいキャラだキャラになっております。夏だから、うん、夏っぽいですね。夏祭りか、うん、海の家とかそっち系の雰囲気ですかね。そうですね、お祭りですね、うんうん、はあ、というような2体も降臨いたしますので、はい、はい、お楽しみに。はい、はい、続いて2、うん、星4から星6まで育つモンスターということで、じゃん、星4、まあ、レア4からレア6まで育つモンスターが登場します。ほう、今までね、だいたいレア5からレア6とかレア4からはレア5までっていうのが多かったんですけど、うん、レア4からレア6まで育つようになっております、うん、これが7月5日の火曜日から22日までずっとクエストで、クエスト、はい、登場いたします。でクエストに挑戦するとこのキャラがゲットできるとなっております。要するにボスドロップ形式。そうですね、そうですね、直ドロ、ね、直ドロのみ、はい、中ボスとかでもドロップするので、うん、ゲットできるチャンスは結構あるかなという感じですね、はい、で結構私が運極作る時のパターン、あ、期間もあるし、作りやすいかもしれない、ね、作りやすいですよね、きっとね、いつでも挑戦できるこの期間になっております。で、はいはいはい、クエストはですね、極みのみになっていまして、あ、極みのみ、はい、で、レア度制限クエストで、レア5以下なるほどのキャラクターで挑んでいただくというようなクエストになります。2回目のそうですね、はい、ハイ&スカルドラゴンに続き、はい、この子もという。で、3段階このようになっておりますちょっとね、まだね現時で現場ではない、現場ではない、最終形態がないんですけれども、あ、女子高生かわいい、ちょっとずつね、食パン食べて、そうね、ピアノ持ってみたいな、軽音部みたいな感じでギター弾いて、ギターじゃないか、キーボードか、キーボードですね、うん、最後どうなるんですか。最後もうなんかアイドルみたいな感じ、うん、きっとアイドルですね、かわいい感じになりますね、皆さんには多分お見せできてる感じと思われます、はい、といったような3段階に進化する、うん、キャラクターが登場いたします、うん、アクアみたいな名前だと水ですか。水属性のキャラですね。水っぽいですよね。はい、うん、ですね、名前も多分これになるか、多分ちょっとまた正確なものを書いております。これだと思います。はい、はい、7月の5日から、5日から、はい、楽しみですね。そうですね、極みなんでね、うん、まだそんなにキャラ持ってない初心者の方とかでも、うん、できちゃうと思います。はい、いや、いいですね、楽しみ。はい、お楽しみに。赤ちゃん、行ってみてください。はい、はい、行きます、はい、お次、3、新爆絶エデン。おー、かおり、名前、エデン、ついにね、先週ちょっとハテナハテナなんで天国みたいになってるしてたんですが、こんなキャラ降臨いたします。どうなってんのか全然わからないですよ。よく見ますか。てか、すごいな、もうなんか石化してるきっと、知恵の実を食べちゃったんですよで、きっとあ、罰を食らったんですよ、罰を。これ食べてるってことかな。え、どれが本体、リンゴ食べ、え、こいつが本体、多分これがリンゴ食べちゃう、こいつがエデン、手とか、すげえデザインだな。どれが本体なんでしょうね。いや、これでしょうね。あ、これこれがもう本体化している。なるほど、強そう。すげえ。こちらがね、7月8日の20時15分から22時15分まで初降臨いたします。はい、でね、そして前回もご報告しましたが、こちら、うん、宇宙最速攻略爆絶エデンバイ M4 インバルト9。いやー、楽しみですね。バルト9で優雅に見れます、はい、M4 のバトル王というイベントでございます、はい、ポッポーターそうですね、ポッポーあるかちょっとわかんないある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 んです、バルト9は大丈夫です。中でね、買って入ってもらえます、買って入れます、はい、で、その後本日先行抽選の販売結果発表となっております。先週ね、募集して今日結果が届くということでございます。はい、応募された方で当たった方は、うん、おそらくもう来てるでしょうから、うん、そうですね、どうぞチケットを決済して確定させてください。あ、そういうことでございます。おー、いいですね、当たった方おめでとうございます。おめでとうございます。で、クレジット決済の方はもう、自動的に引き落とされるんですけど、コンビニ決済の場合は入金期限が7月2日土曜日23時30分までになっているのでお忘れなく、はい、結構優雅に見えるんじゃないですか。こっちでは人が生きてる。そうなんですよね、これ。あ、なるほど、生きてる。もうちょっともう目はいってる感じありますけどね確かに。はい、はい、そしてその時に、はい、そしてその時にですね、物販もありますよというご紹介してたんですけど、追加でこんな商品も出ますよというご紹介でございます。こちら、ダン、あ、
エデングッズでございますね。はい、エデンのクリアファイル。あ、そう。で、バンダナ。こちらにあるバンダナ。バンダナ、こちらに。ちょっと細かくて見えないと思うので、現物を持ってきてみましたが。このような感じで。あ、それぞれここが。そうなんです。バックずつ見えますかね。ちょっと前に。ことかだと。それ誰だ。それがエデンだ。これエデンですね。ね、こっち向いて。シャンバラ。シャンバラ。ここがシャンバラになっていて。で、未来かない。未来かない。アバロン。アバロン。おお、ね、アバロンかわいい。そう、なんかもうね、ボスマークになってたりして、爆、絶って書いてたりします。これね、爆絶。そう。結構ね、この爆絶キャラの複雑なね、デザインを生かしたバンダナ。確かに、一見普通のバンダナ。そうですね、なんか。ちょっとね、バッグとかにつけたりとか、ここで巻いたりとか、お弁当包んだりとか、いろいろして使っていただければなと思っております。はい。はい、であと缶バッジも販売しておりますので、ぜひ行かれる方はゲットしてみてください。はい。はい。続いて4。はい。速報。緑林の蛇竜杯結果発表。おお。結果発表。はい。やっておりましたね。先週やっていた緑林の蛇竜杯ですが、いつも通りじゃん、1位から3位になった方はモンスト内で、称号とオリジナルフレームがあります、うん、そしてその1位から3位になったチームはこちら、でんじゃん、1位がカタタクさん、カタタク、うん、初めて見る感じの名前ばっかり、2位が3チーム、3位はチーム父、うん、チーム父、お父さん、お父さん、お父さんであることを願う。どういう父なのか、はい、はい、でベストタイムね、3チームとも2分を切っております。はい、早いですよね、これね、すごい早いですね、刻んでますね、うん、そう、どんなプレイなんか見てみたいです ね、地方予選出てくるのか、うん、楽しみですよね、うんうんうん、はい、といったら、はい、3チームには、多分後日ね、オリジナル称号とフレームがまたプレゼントされると思うので、お楽しみに、はい、おめでとうございます、おめでとうございます、はい、はい、そしてお次、5モンストグランプリ関西大会締め切り迫るということで、はい、こちら、ダン、ダン、またね、細かい陣内恐縮ですが、こんな感じで、中国四国はもう今週末になりまして、うん、中部大会受付終了、関西大会は7月1日の金曜日、うん、明日の23時59分まで応募締め切りになっておりますので、ぜひね、参戦したいという方はエントリーお忘れなくでございます、はい、で、こちらじゃん、先ほど言いました通り、中国四国大会が今週3日、はい、日曜日に10時からニコニコ生放送で、うん、もうタイムアタックのラウンドから、ね、予選からずっと放送しておりますので、うん、見てください、はい、でベスト8でに選ばれた、チームたちの戦いは17時頃からニコニコ生放送で同じく放送予定ですので、ご覧ください、はい、はい、で今回もモンスターグランプリ その2016東海カップ決勝大会で実施したのと同じように優勝予想をまたゲーム内のミッションでやる予定でございます、はい、でまた自分の予想したチームの優勝、うん、準優勝、3位のいずれかに入るとそれぞれの報酬オーブがもらえますよということで、うん、はい、オーブ優勝の場合は50個、うん、でかいな。準優勝でも10個、3位に入れば5個ということで、それぞれね、はい、投票した方にのみこう、うんうん、プレゼントされるという予定がございますので、こちらも詳細改めて告知するので、ぜひね、予選からそのチームの戦いぶりをね、確かめて、うん、こうどのチームに予想するかっていうのの参考にしていただければと思います、はい、はい、続いてモンスト物産展大阪会場締め切り迫るということで、モンスト物産展の方もですね、大阪での会場の締め切りが明日の23時59分までとなっております、うん、いろんな新しいグッズもあるので、ぜひ皆さん来ていただければと思います、うん、そしてもう一点お知らせなんですが、当日キャンセルが出た場合に事前抽選にお申し込みでない方もご入場いただくことが可能になります。なので、ね、もし広島、中国四国大会の方から、中国四国の方からですね、まだ事前抽選申し込んでなかったよっていう方でも、もしかしたら入れる可能性もあるので、ぜひ来ていただければ整理券を配っておりますので、
ゲットしていただければと思います。はい、はいはい、7モンスターマガジンナンバー14 and ガッシュ。どうしたんですかいきなり。もう14なんだと思ってもう14なんだというわけでこちら、はい、モンマが今月も発売されます。じゃん、その表紙の子は新キャラっすね。お気づきでしょうか。じゃん、ノアですね。かっこいい、超かっこいい。かっこいいですよね。もうマジで髪がやばい、髪がやばい、やばいですよね。その大体被るんですよね。そんな感じでね、ニュースとかも載っていたり、山竹ゼロとかの、クエスト攻略も本当だがっつり載ってるのでね、スマホでねゲームしながらこの雑誌を見てプレイするとね、うん、いいんじゃないでしょうか。覇者の塔とかも載ってますね。そうですね、覇者の塔の攻略とかも載っていたり、うん、マジか、はい、マジか。まあね、ちょっとね、あ、まだ登りきってないところし、33回ですね、乗ってるのちょっとまだちょっとね、まだ村井さん登りきれてないと思うんで、本当にその説はすいません。私たちは20回ぐらいまでお供えしたんですけど、ね、そうですね、あの後全然23回でめちゃめちゃ止まってるなと会社帰ってもあれまだここみたいな、みんなで大きいスクリーンで見てたんですけど、ほんとすいません、ほんとすいませんとかね、あと獣神化モンスターの大特集とかもあったり、うんうん、知得ガイド、知得ガイドとか、あとはリコルの大冒険の人気キャラなどのモンストイラストコレクションもね、うん、あったりとか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 、テルーマンによる毘沙門天のステージ作った時のあれこれだとかとか、すごいテルーマンがもうテルキリッとしてますもんね。ちょっと修正してんじゃないかっていうぐらい、あやたかばりのなんかメッセージをここにあやたかばりクシナダでした。反射側の調整ラインは絶対的にクシナダでした。かっこいい、かっこいいっすよね、異様に。こんなね、モンマガが、6月30日の木曜日に発売予定です。全国の書店とかコンビニ、アマゾンとかでも、お買い求めいただけますので、ぜひぜひぜひ、はい、はいはい、そしてですね、もう一つ画集というのが出ます。こちら、すげえ超かっこいい。今回ね、このね表紙だけお持ちしたんですが、こちらユーザーアンケートの結果をもとに厳選された人気モンスターの書き下ろしイラストが大きくバーンって A4 変形版、はい、このサイズで、そうですね、 A4 で見れますよというような感じでございます。で、厳選したイベントごとに古代の世界観を持ったモンスターを収録しておりまして、貴重なラフ画とかも、結構、はい、収録されていたり、で結構豪華仕様のこんな感じのね、カバーとか表紙もぜひぜひ注目してみてください。はいはい、でこちら発売日が7月28日予定でございまして、現在一部のサイトで予約受付中ですので、うん、ぜひ概要欄から気になる方は予約してみてください。お願いします。新しいですよ ね、 ね、初ですね、はい、イラスト集いいですね。マミさんめっちゃ漫画モンマが見てる。はいはいはい、はい、そして8、はい、8モンスターアニメ夏スペシャルということで、今日はいたいたリュックスがいたはい、こんにちは、はい、こんにちは、ということでモンスターアニメ夏スペシャル、じゃんじゃん、マーメイドラプソディ配信という、マーメイドラプソディ、はい、マーメイドラプソディです。いつもあの7分で配信しているあのアニメを約50分で配信する、はい、夏のスペシャル版で、はい、いつもと違った内容となっております。はい、あらすげえ、はい、レンに助けを求める謎の少女キスキル・リラとの出会いを描く物語になっておりまして、そのキスキル・リラ、この子ですね、この子がゲームにも登場予定です。どうぞご覧ください。夏っぽい感じの、はい、ちょっと淡い感じの、淡い感じの、はい、ゲームにも登場予定、そうです。わ、どのように、ね、登場するかまたね、楽しみにしていただきたいんですけれども、こちら7月30日土曜日19時よりモンスターアニメ公式チャンネルで配信いたします。うん、はい、来月ですね。そうです、うん、それまで普通のアニメもまたやってるのでぜひ見てみてください。はい、はいはい、以上です。今週のアニメは、今週のアニメは30話あります。ここだよ、ここだよ、こっちこっち、ここで、こっち、こっち、見てね、あるから見てください。ダブル出てるんですか。以上、モンスターニュースでした。はい、はい、あ、来週、あ、来週はですね、
ニコ生で。ニコ生内でモンスターニュースになっておりますので、ニコ生の方ご覧くださいませ。はい、ご覧ください。はい。以上です。さよなら。バイバイ。